18日放送の「アッコにお任せ」でも説明予定歌手の和田アキ子が17日パーソナリティを務める日本放送「ゴッド・アフタルーン・アッコのいい加減」に旋回土曜午前11時内でパリ五輪女子やり投げで金メダルを獲得した北口橋場美花への都度発言を謝罪した TBSK「アッコにお任せ」 日曜午前11時45分では11日の放送中に北口が競技場でうつ伏せになってカステラを食べているシーンが紹介されその際に和田がとどみたいに横たわっているみたいかわいいと発言していたこの発言はネット上で失言すぎる日本を代表する選手に対して失礼ではないかと批判され物議を醸していた 和田は17日、冠無理ラジオ番組の冒頭で、私の発言で本当にお騒がせしております。テレビでの発言でしたけど、リスナーの皆さんはじめ、私のファンとかにも心配かけたし、何よりも北口橋場美花選手と関係者の皆さんに、本当に不適切な発言をしてしまって不快な思いをさせたと思うので、本当に申し訳ございませんでしたと謝罪した。さらに、18日放送の、 あっこにお任せ内でも説明する予定を明かした以下は視聴者からのコメントで大手事務所にホリプロ所属して恵まれた環境で大きなヒット曲もない中毎年「紅白」出演バラエティ番組では今なら BPO に定職するようないじめ的扱いを年下の「 タレントにして当時ゴッド姉ちゃんと呼ばれ、引っ張りだこでしたね。自身の冠番組で今も続くアッコにお任せ、以前から何度も問題発言をしていた方でもあります。そして今回の発言です。潮時だと思いますよ。共演芸人への相手が対応に困る発言と、その時に相手にかける圧力。 相手の表情がこわばる姿を幾度となく目にしてきました。痛いたしいばかりでした。引き際が肝心です。競技場は広く出場待ちの選手がそれぞれ自由に待機していますが、その時に重要なのがエネルギー補給とストレッチです。スポーツ中は消化吸収の早いバナナとかを食べてる。 人が多いですが、北口選手は日本記録を出した時に食べていたからと、お母さんが差し入れしたカステラを食べていたそうです。また、腹ばいなのは背筋を伸ばす理由があったそうです。確かに、椅子に座って、食べるのでは前かがみの体勢になり、やり投げの姿勢とは逆になってしまいますね。ぜひパネルを使って、経緯やその時々の気持ちがどんな感じで、その発言に至って、 この日までのいろいろな報道を聞いて自分の気持ちがどのようにして謝罪に向いたのかなどいつものように説明した上で謝罪をお願いします。これって言葉の切り抜きなんやろうな。自分も、とどみたいってとこだけを記事で見てた。正直これは失礼すぎるって思った。けど中身には可愛いって言葉がついてる。 ほんまに愛らしく感じだんちゃう例えばこれが、猫やカワウッソとかなら、別に問題視されてないやろうし、とどやなく、ゴマフアザラシとかやったら、可愛いってなるんちゃうの同じ言葉でも、会話と文字じゃ全然違うし、ましてや切り取られると完全に別物やもんな。別に、和田明子を用語するつもりはないけど、表現って難しいよな。 見たまま感じたままを言葉を選ばずにそのまま言葉に出さずにはいられないんだろう感覚的には家でテレビを見ていてテレビに話しかけるのと同じ感覚なんだろうしそれで今までやってきたので実際のところ周りに指摘されるまで不適切な発言だとは思っていないし何なら今も納得はしていないのかもしれない時代は常に変化をしているので視聴者が「 テレビに求めるものも変わっていくと考えるべきで、テレビは変化を嫌うというのがあるのか、それがこういう問題を生んだ原因にもつながってしまったのかなと思う。私も和田明子さんと同じ昭和を生きてきたからわかるが、とどみたいわ。周囲への受けも狙った何の意図も思想もない発言だと思うが、この令和の時代では言ってはいけない表現になっている。和田キ子さんもうかつだった発言だと思うし、 ちゃんと謝罪もして反省しているから、この発言は大きくしないで良いと思うけどね。